あの左足一本の軽い感じで。よろしくお願いします。お願いします。ここはもうあれで安牌です。あの、気をつけ。完璧。飛びすぎてないよ。167打たないと早かった。見てるんですよ今回は。はい、 OK です。そんなベタピンに狙うことないんですよ、まずはね。はい、ナイスバイ。さあ、難しいのはね、ショートホールなんですよね。体が効きませんからね。ティーショットで7メートル以内か、セカンドで 1.5 メートル以内か、どちらかで、課題達成です。ちょっと待って、なんかすごいこのこれなんかすごい質感。すごい、右から回してきた。あったら分かる。もうむっちゃ困難やからここ。伊月選手はもうこの時点で達成してますから、あとはおまけです。あとはおまけ。ここから2メートルボーンって。あとはもう気楽でいいんですよ、ほんまに。これね、今もうね、えー、って言うてんのにバーディー狙いに行ってるんですよ。狙いに行く。いや、行かなくていいです、今日は。今日はね、ちょっと思ったより早かった。いいや、狙ってます。ちょっと手前か。手にやと思ったのよ。そうやな。
ピン手前。1.5 メートルギリギリかな。うん、ナイスパー。ベスポジですわ。オッケー。はい、いいですね。安牌人間。これはうまいな。ナイス。これはいいです。なんかびっくりするぐらいイメージ湧いてる。うん、はい、OK です。はい、OK。 はい、オッケー。さあ、つまんなそうな顔。ね、つまんなくないよ。いや、確かにこうしたら簡単やなと思って。成長や。完璧やな。おお、届くか。転がっていってくれたらいいんですけど、転がらないよね。まあ乗りました。はい。
まい。これはうまかった。そこアンパイやねんな。ちょっと右に飛んでいってもここは全然大丈夫。さあもう418ぐらい何でもなくなりましたね。さあロイヤルゴルフクラブさんのおかげで。ちょっと薄かったね。薄くなかったよ。ね、そうでもないかも。ナイス。完璧や。うん。ナイスパー。ありがとうございます。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、
Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お